日。はい、こんばんは。今日ね、見てわかる通りね、はじめさん、ここ1週間、2週間、3週間かな、遅刻しないでオープニングしてましたけど、やっぱりね、三日坊主じゃないけど、できないね。今 CM やってるでしょ？三日坊主にならない方法。なんですか？4日やればいい。ね、やってるでしょ？マジセーフし、ギリセーフし。ゆずき。ね。ギリセーフ。そう。すっげえハーハーするけどさ。心配になって、ルシエルさんのマネージャーに電話したんですけど、はじめさん向かってますかって言ったら、あ、のんびりしてるよって言われて。本当に？ああ、そういう感じ。あいつそんなこと言ってた？はい、言ってました。あの野郎。じゃあ行きましょう。ポン、ポン。行きましょう。あ、ポンポン言います？あ、ポンポン行きましょう。オッケー。おしく行きたいんで、俺。ふぅ、うるせぇ、無事で、無事で、オープニング。うるせぇ、間に合ったということで行きまーす。はい。ハジボーン。皆さん見えました？あの座敷わらし、今デジャブだから、今いなくなったから、オープニングとそのまんま、あの人ね、残像のように残るけど、あれ先週の残像だから、着てる服一緒でしょ、座敷わらし。そう、今日ね、今回ね、ちゃんとね、急遽なんだけど、ブレスのブレス VS ね、ルシエル、もう一回やろうかなと思って、ちゃんと 人材というかね、用意してるんですけど、はじめさん、オープニングした瞬間にトイレ行って今入ってます。あの人ね、吐くときね、すごくうるさいのね。地響きがするぐらいうるさいんだよね。先週短パンとのセットアップだったような、そう、さすがだね。嘘つきました。にゃんこ先生。なんか、はぁはしだからね。ねえ、ちょっとね、今週、まあ先週ね、告知はしてなかったんですけれども、やろうかなと思って、ブレス対ルシエル、なんか意外に評判が良かったですよ、ね。どうでした？評判とかありました？まあ気にしてないからいいや。もう俺自分本位です。何なんだって、何？あ、出る。え、マジで？行っちゃう？ほら、トイレ行ってる。大丈夫。交互にさ、トイレ行く感じやりましょうよ。確かに。じゃあどっちかが行ったら、次週の放送からしよう。どっちかが先にトイレ行ったら、これ30分間終わるまでどっちもトイレ行っちゃいけない。あ、俺プロ意識高いからそういうことはしません、ね、放送中に。放送中にトイレ行くようなことはしないですけれども、ユースケモニターのとこなんかついてるっぽいよね。ん？これ、これ、あ、取れた。こっちの事情でしょ。いや、向こうに、あ、映ってないか。映ってないですよ。お帰りです。トイレすっきりしましたが、もうね、すっきりしすぎちゃったんで、いっぱい話しましょう、皆さんで。小学校6年生の時の苦い思い出がありまして、走りすぎた。ツレションってのが流行ったでしょ。ツレションをしてる時に、教室帰ってきました、はい、先生が、お前何してたんだ、うん、ツレションしてました、え、本当は何やってたんだすごい、おしっこしてましたって言ったら、それって今の時代だったらセクハラになるんですよ。え、マジで、うん、え、おしょんでも、うん、なんか何してたの、トイレって、まあ、一個しかないじゃないですか、 おしっこしてましたって言わせる時点でセクハラになるんですよ。あ、そう？そう。だから、セクハラで訴えようと思ったら、お亡くなりになったんで。え、じゃあ、代か小か聞くのもセクハラってこと？え、そうです。先生が、あの生徒の前で聞くっていうのは、うん、プライバシーで。先生のみ？じゃないですか。生徒がお前何してたんだよって無視しちゃいいじゃないですか。いや、俺、病院の先生にさ、はい、それも先生か。先生ですね。あ、そう、先生か、はい、じゃあ病院行った時に診察しててさ、はい、じゃあちょっと待っててねって言われて、はい、俺トイレ我慢できなくてトイレ行って、で先生こう戻ってきてて、はい、いないわけじゃん俺が、はい、で俺戻ってきた時にどこ行ってたのって言われて、うん、いやちょっとトイレ、どっち出したのって言われたら、それ先生は男だろうか女だろうがセクハラってことでしょ。分かんない、おしっこか精子かの話じゃないですか。マジか、それは絶対あれだよそれは絶対セクハラだよ。まあ、いいえ、もうそういうのいいからね、はい、今日のゲストなんですけれども、はいはいはい、ブレスからはゆきくん、
なるほど。ルシエルからははじめくん、はじめくん、イエーイ、イエーイ、イエーイ、おいでおいで、はいよ、座って座って、いやもうミクもいいよ、ミクも座っていいよ、いやもうミクミクにしてやんよ、お前別に呼ばれてないってことで、今日急遽決めてしまったんだけれども、カメラ大丈夫かな、いやけど、しかも今日すごいタイミングなのが、はい、今日ね、今日放送なのミク知ってて、あ、新人のあれあったじゃないですか、みたいな2週やったじゃん、はいはいはい、で、あれ、遅刻マンのミクでしょ、そう、それもそうなんだけど、え、俺出たいんすみたいな感じになって、はい、そうですね、で、俺今日、その流れじゃないと俺思ってたから、いや、またその企画組んだ時呼ぶねって話してたら、はい、まさかのゆずきがこのね、プレゼンしてくれてさ、え、だってさ、火曜日枠ね、今新人企画っていう YouTube、ナイトチューブでやってるんですけど、毎週ゆきは出てます、今日は出ました、15分寝坊しましたけど、お前さ、30分番組で15分遅刻したら、お前さ、火曜サスペンスいうところ一番美味しいところ、ミク、俺らに謝る前にすることがあるんじゃないの、はい、そう、謝る前にスタッフさんに、あ、遅れてすいませんいやけど俺ね、今日ね、俺、しかもあの先週俺、ショツさんに謝ったんですよ謝りのライン入れて、いや大丈夫ですよって、もう火曜日結構そんな感じになってるんで、火曜だけちょっとなんか罰ゲーム的な企画考えます、はいはい、考えてますみたいな、はいはいはい、で今日で俺この間遅刻した時に言ったの、はい、お前続き企画あるらしいからちょっと楽しんでおいでよって話をして、はい、今日どうやったって言ったら、いや何もなかったっすで、俺多分ね、ショツさん忙しすぎて多分考えてなかった絶対何もなかったっすね、今日は何もなかった、生だっすね、まあ、紹介します、ブレスの、期待の新人です、ゆきくんです、よいしょ、おはようございます、からのルシエルの期待の、なんで自分で言わせるの代表のもとで大丈夫期待って言ってくれるかなと思って、期待の新人って元代表やめた方がいいよ、いや、それはもうだってやっぱ自分を期待するのは自分しかいないもん、はい、お前泣きすぎじゃない、お前どないし、いや、違うです、あの、花粉症で反省花粉症で、あ、花粉症でね、あとコメント見えなくなっちゃうんでカラコンド入りなんですけど、あの自己紹介してよ、花粉症です、ミクです、よろしくお願いします、うん、花粉症ね、あいよ、花粉ミクでいい、いや、花房ですね、あ、そうだね、あ、あれ花房って読むの、語呂はいいんですけど、英語の A でしょ、あ、そうです、そうです、へぇ A ちゃんの A が出てこない、 A ミクって A ミクじゃないんですA ミクじゃないです、そうなんですよ、ただ、花房って伝えた後も受けが悪いんですよね、あれかっこいいと思って、でもなんかいいコメント来た、新人枠っていうのが今日の4時から16時から火曜日の16時からやってるんですけど、他店のね、いろんな新人さんが集まってやってるんですけど、新人枠でぶっちゃけ勝てそうな人いた、これ2人に聞きたいかもしれない、あ、俺あれですね、放送終わった直後にみんなに電話しましたもん、うん、俺が一番かっこよかったよ、あ、電話番号交換したんだ、いや違います、違います、あの、お客さんに、お客さんに、ね、え、はい、駅は僕ですか、僕、なんだろう、何も言ってないですね、え、ゆきくんとみく同じ枠、火曜、あ、そうです、火曜ですね、4時から2回目枠、あ、じゃあお初じゃないんや、お初、そうです、今日がお初ですね、まあそうですね、今日先週ちょっと2人だったんで、あ、そうね、ほら、もっと言ってやって、もっと言ってやって、もっと言って、なんで2人だったの、いやいや、あれなんで2人だったんですかまあ例に習ってね、今、お前も1回目出てないからね例に習ってね、あの、今日放送の終わる前にアンケートを取って、ゆきかみくがどっちがいいかアンケートを取るんで、今のところブレスね、2勝22002勝してます、うん、なるほど、ってことはうちが2002敗ってことですか、そうです、その通りです、なるほど、それで、ね、競い合ってね、すげえ負けてる気がする、枠を取り合ってね、代表は分かるんですけど、なんでゆずきさんまで俺のハードル上げてくるんですか一回ダーツした仲間だから、いやいや、そうですこの間ね、この間の休みの日にミクとダーツをしたんですけど、しません、しかもゆずき、ミクのこと大好きや、ああ、そう、俺はね、肉推しなんで、ありがとう、まさかの覚えてるやん、覚えてるやん、いや、もう圧勝、アカウント何やったっけ、パパオパイパイ、パパオパイパイ、そう、もうずっと言うんですけど、あれ、今日パパオパイパイおらんってずっと言うから、あ、そうです、そうです、先週、あの、コウ君が酔っ払ってた日あるじゃないですか、うん、先々週か、うん、あの時に、あの、コメントしたんですけど、うん、コメントしたの自分じゃないんですけど、俺のせいにならないかなと思って、ほんとヒヤヒヤしてましたね、名前覚えられてんののデメリット、もうパパオは一人しかおらんからね、間違いない、パパオビッグさんですね何の話だ、ちょっと待って、そうそう、先週の休みの日に行くとね、たまたま天球でね、遊んだんだよ、一緒に、はいはい、お遊びましたね、そう、雪はなんか風邪ひいてたから誘おうと思ったんだけど、まあ持ってないやつっているからね、そう、ミクとたまたま、あの、歌舞伎町にできたスパイゲーム知ってます、あ、はいはいはい、はじめさん知ってます、あ、俺ね、多分記憶が正しければ違いますね、それではないわ、嘘つけよ、まあ、ちょっとね、アンケートを取るってことで、あの、バチバチしてほしいんだよね、俺としてはね、バチバチしてほしい、ただ、紹介をしようと思ったんだけど、多分言わずもがな、2人ともクールなんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ユキもミクもクールなんですよ、マジか、
ありがとうございます。世間は俺のことを見ます。で、一緒にね、ゆきと来てる間に、ミクってクールキャラだけど、まあ、喧嘩売りなさいよっていう話をしたの。されましたね。うん、はい、喧嘩を売ってくるんですか。ただけど俺ね、ゆずき、それはね、多分もうお前親父なんだよ、その発想は。今の若い子は争い事から避けるんだから。争いを。じゃあホストクラブ入んないじゃないですか。いや、それでもホストクラブで働きたい。なんで。なんでだろう。指手振ってきてるよ。なんでなんだろうな。なんで働きたいの二人。なんで働きたいんですかね。まあいいや、じゃああとゆきがさ、みくみくの印象言ってよ。なんかミクさんの印象ですか。でもミクさんの印象は、うん、ちょっと先週ね、もう来てくれなかったってことで。マジか。もう二人ぼっちにされたなーみたいな。遅刻魔なのかなーみたいな。そんな感じの印象ですね。うーん、ミクは。サボり癖ってことですか。自分は先々週あのゆきさん来てくれなかったんで、ちょっとサボり癖あんのかな。先週とかさ、放送とかやめない。なんか印象、見た感じの印象よ。見た感じの印象、でも話しやすいですよね。そうですね。ありがとうございます。いいね、こういうういういしい感じね。でもゆきコメント多いね。そうなんですよね。ミク、ミクのコメントないよ。コウに頼みなよ。コウくん、コウくんでもあれ機械音痴なんで本当にしてくんないと思いますよ。携帯渡してくんの忘れたな。そうですね。俺がここにいるのにパパウパウマウだ。あ、そうなんだ。じゃあ俺書いてもらって。ありがとうございます。お願いします。めちゃくちゃかっこいいって持ち上げてくださいね。え、はじめさん、ミクの押すポイントとかあります？押すポイントどっちがルシエルできてる？どっち？あ、こっちです。ミクがルシエル。自分がルシエルです。グーベースです。まあ、押すポイントはもう見ての通り顔ですね、はい、ちょっといいですか、拡大してもらって。顔でしょ、今アピールタイムよ。だって彼ぷよぷよ全国ナンバーワンですからね。いやいや、渚ひかるじゃないですか。何すか。だんだんお前振り付けもらってみて。カメラにミクアピールしてよ。あ、カメラ向こうか。渚ひかるではないです。俺歌舞伎町では本当にやめようと思ってたんですよ、これ。本当にもう叩かれるの間違いないんで。いやいや、叩いてもらおう、いっぱい叩いてもらおう。いやいやいや、悪い方に知名度上がっても。誰も叩いてくれてる。誰もコメント動いてない。誰も叩いてない。ユキは？はい、僕ですか。ちょうど2人映ってるんで。え、ぷよぷよ何年様にできるって。あ、チネカメラ、あれ。ま、ま、こっちの方にアピールよ。あっちっす。喋れよ。逆っすね。あれ、こっちか、こっちよ。あ、あ、これ、え、左の方ですよね。こっちでしょ。右です。あ、こっちね。ほら、右やん。おう。あ、かっこいいね。喋れよ。いや、喋らなく、顔が物語。ほうじゃないよ。あります。あ、どうぞ。え、ミク、ぷよぷよ何年生いけんの？何年生、もう100円でずっと遊んでられますね。あれ？何の100円？わかんないクレジットで。あ、ゲームセンターですね。ゲームセンス。ユキかわいい。なんか、ユキのが。ありがとうございます。優勢な気がするんだけど、このコメントを。コウ君イケメン。コウ君イケメン。え、じゃあ、いやいや、質問変えようかな。じゃあ、ルシエルの中で、ミクに質問するよ。はい、ルシエルの中で、はい、こいつよりイケメンじゃないのかな、みたいな。マジですか、うん、こいつには勝てるんじゃないのか。逆に、こいつには勝てないな、みたいな。いや、これだってみんな見てるじゃないですか。どうぞ。その中で言うか言わないかよね。マジかよ。俺でも人間関係よく行きたいんで、自分が、あ、ルカさんには勝てます。ルカ見たか。もう俺今マイクが拾われへんぐらいちっちゃい声で言ってる。拡大すんだよ。ルカさんには勝てますって。いやいやいや、勝てないです、勝てないですよ。はじめさんには勝てない。代表には勝てないですね。はい、それはちょっと滑るよ、俺が。滑っちゃう。いやいやいや、ぶっちゃけじゃあ自分よりかっこいいなと思う人は誰の？下の方言っちゃう、誰？え、自分よりかっこいい人、代表かっこいいじゃないですか。あれ、まあ、レイさんかっこいいじゃないですか、うん、で、まあ、トワさんもかっこいいじゃないですか。てか、ジャンル違くないですか。あ、みんな違うね。そうなんですよ。みんなバラバラやと思う。でも、全員かっこいいですね、俺からしたら。そうね。そうなんですよ。けど、ミクが一番かっこいいよ。へへへ、ありがとうございます。ミクが一番かっこいい。みんなそう思ってる。本当ですか、うん、ありがとうございます。これでも、あ、そうか。かなたんは、え、カナタさんかっこいいですよね。あ、カナタかっこいいよね。カナタかっこいい。でもブレスもブレスでかっこいいですよ、みんな。ゆきくんブレスでさ、はい、まあ横にね、大御所おるから言いづらいと思うけど、はい、顔面だけね。
顔面ですか？キャラ、役職、売り上げ、何も抜きにして、はい、顔面だけで、てか容姿だけ、はいはい、で、誰が一番かっこいいと思う？一番かっこいいのですか？はい、うち、いちごせいかちゃんから。いっちゃんかっこいい。え、ブルースで一番いっちゃんかっこいいっていうなら、ゆずきさんですね。あ、そういうのはいらない。あ、いや、本当にお金か、お金握らされたか。いや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 されてませんよ。ヒントから絶対出すのよ、あれ。この番組出る前に金握らされた。あ、まあけど、まあ多分ガチなんだろうね。そうですね。じゃあグループでって考えたら、グループでですか？まあ、ブレスではって言ってたじゃん。でグループで考えたら、他のお店の人あんま知らないし、写真だけでもいいよ。写真だけですか？どうだろう。はじめさんも本当イケメンですし。ちょっと1個言って、ユキなんでそんななまってんの？普段なまんないじゃん。違うんですよ、なんか酔っ払ってもらっちゃった感じですね。え、ユキ地元どこなの？僕地元は愛知ですね。あ、なるほどね。はい、それはもうそうなるよね。さ、そうなる。もらいやすいですね。そりゃそうなる。ネオンの人、ネオンの人、ネオンの人、誰に勝てそう？勝てそうですか？うん、レイヤーさん。次はレイヤー。レイヤーって誰だ？レイヤーの顔のデカさまで行くには結構時間かかるよ。デカさ勝負なんですね。結構時間かかる。ラーメン食べるしかないですね。来ましたよ、 CM のお時間で。じゃあどっちにやってもらおうかな。あ、自分はダメっすね。一番最初の時 CM の時間間違えたんで。どういうこと？残り何秒かが把握できてなかったんで。え、CM が、はい、あ、今 CM どうぞってやるだけよ。どこに映ってんのか分かんない。じゃあどうぞってやるだけ。言っていいですか？じゃあ一応かっこよく言えよ。かっこよく言えよ。まあ、カメラ向かって言えよ。ほら、かっこよく言えよ。CM 入るぞ。見てください。お願いします。先生。何？勇気を出してボトルを入れたら断られたよ。あらら、ボトルお願いする前にハニーの甘み味わっとけ。この KY ボス、ハニー。開けたら最後、誰にも止められない。ありがとうございました。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。多いっすね。パチパチパチです。一個いいですか？はい、突発的な質問なんですけど、どうぞ。カナタが司と戦いたいって言ってますよ、ニコ生で。はいはいはい。うちのカナタくんね、カナタコメントいっぱい来てるけど、カナタすごい来てるね。いいですか、そのうちやっていいですか？司さんのコメント、そういうバチバチ感って好きなんですよ。まあ、はじめさんいてもらうだけでいいんですけど、なんならいなくてもいいんですけど。いや、俺いない方が多分盛り上がるでしょ。あ、じゃあいなくて大丈夫です。え、そういうバチバチってないんですか？私ないよね。いやいや、全員的っすよ。な、そう。どういうこと？噛み合ってないけど大丈夫。いや、もう全員ライバルなんですよね。な、殺し合って何倍もんな。え、だから助けられてるんで。いや、二人に質問するよ。はい。今まで出たことあるのか？コウ、サンジ、カナタ、ツカサ、ユキ、ミク、自分含めてね。はい。誰に勝てんのかな、言って。誰に勝てんのかな。誰よりイケメンなんじゃないの？みんなすんの？なんでちっちゃくなるの、声が。ただこれまだね、まだ残り15分あって途中経過かもしらんけど、はい、その3週やったわけよ。今日で3週目やねんけど、コメント数いっちゃ悪いわ。マジですか？うん、やばいですね。これ一番悪いわ。だから先週ゆずきと2人でやってんけど、はい、まあ、軽く1500は超えた。お、見ました見ました。1400なんかからもう1500目指そうみたいな話になって。うん、そう、大体100ぐらいでちょっと僕打ってますから、ね、ビーって。え、ユキはどうなの？何ですか？そのさっき言ったメンバーの中で、はいはい、こいつには勝てんじゃない、結構なんか選抜メンバーなわけでしょ、はいはいはい、どこには勝てんのかなみたいな。勝てるですか？うん、勝てる言うたらもう
レイヤーやね出てないっすよ。あ出てないっすよ、まだ出てなかった。出てないっす。勝てる、勝てるか。ミクさんには勝ちたいな。おっと、俺もそうっすよ。はい、はい、負けたミクが負けたな。まあ、勢い負けたな。そうだね、別の話を2人が喋ってほしいからね。なんか勢い負けた。じゃあ2人の共通点で言ったら、俺の知るとこで言ってもいい？どう？多分2人ともオタクなんですよ。へぇー。でもユキはアニメに関してはすっごいあの長けてるし、ミクもパソコンとかさ、そういうネット関係とか長けてるわけでしょ。そうですね、人並み以上には。アニメとか見る？アニメは4年ぐらい前のまですね。進撃の巨人とか聞いたことある、あります、はいはいはい、あります。そのぐらいまでだったらわかります。初音ミクは、初音ミクはわかんないですね。マジでミクなだけに。マジかよ。使ってるくせにわかんないですよ。ミクっていう名前はどっから取ったの？いや、なんか未来にしたかったんですけど、はいはいはい、なんか未来だと次の方がミクなのになるほど。いや、話してるのも俺だけってすごいなんかまずいですよね。ミクなのにちょっと未来。そうなんですよ、なんか花房っていう言葉から決めたんですけど、あれが花束っていう意味があって、で、花束が、花畑か、花畑がいっぱいある未来になりたいなと思ってそれにしたんですよ。おっていうことです。え、キザなの？あ、そうですね、意外とキザだよね。根っからのキザっすね。ユキはなんでユキなの？僕、ユキにしたのは、いや、普通に11月生まれで、うん、で、まあ、冬じゃないですか。ちょうど微妙なラインじゃない。いや、本当にリアバが11月の8日なんですよ、うん、でその日はだいたい冬至って言って、冬に至るって言うんですけど、で、まあ冬って言ったら雪かなと思って、で、最初は雪にしたんですよ、うん、そっから使ってますね。ミックミクイケメン、ミックミク寝すぎ、ね、寝すぎって。ユキくんももともとどっかでやってたの？僕は昔ちょっとだけやってました。うん、あの、名古屋だっけ？名古屋やったんだよ。名古屋やってたのはほんと昔、一番最初の方です。3、4年前にちょっと東京の方でもやらせてもらってたんですけど。ミクも昔やってたもんね。そうですね。いや、2人ともあれだよね、新人っていう枠かもしらんけど、2人ともキャリアがある枠ってことだね。キャリアプラスブランクがある。ああ、なるほどね。あ、なるほどね。ミクブランクあったっけ？1週間もありました。それ短いお前。2年ぐらいブランクあるんだ。みんなオナニー我慢する期間みたいなもんやんけ、お前。1週間俺1週間も無理っす、我慢できない。大丈夫、アピール終わった、アンケート取るよ。あ、アピールタイムの一番最後がオナニーの話っていいんすかね。いや、それはもうやっぱ、まだ間に合うよ、大丈夫。まだ間に合う。僕は1週間我慢できません。俺1週間我慢できないです。本当にダメです。ダメです。世界ぐらい我慢できます、ね、綺麗なキャラで行きたかったんですよ。あ、我慢勝負ね。我慢勝負ですね。我慢勝負。おい、じゃあアンケートお願いします。これ怖いですね。まだ間に合うよ、アピールは。休憩1票。自分に投票してくれたら休日増やします。休日増やす、休日増やす、休日しないでください。俺休みますって言ってるの。休みたいな。まあ、やめろ、お前。高橋さん人少ないんだ。休みたいっすよ、ね、休みたい、休みたいっすよ、ね、まあね、ルシエルさん繁盛してるらしいですからね。いやいや、もう全然ですよな。はい、いや、え、いや、そんなことないっすよ。そんなことないっすよ。じゃあミク、ミクがもしかったら週休2日制にしよう。お、マジですか。増えますね。ユキがブレスです。負けたら、ミクが負けたら週7な。これあれですよ、多分来月1ヶ月間週7な。週7、自分だけですか。いつまで週7。金曜日オンリー。1ヶ月間。すげえ。だからミク30日出勤。チャンジードン。今のうちにカッコつけとこうかな。え、もう遅い、もう遅い、もう遅い。接戦なのかな。もう遅いですか。 60% でユキさんです。お、イエーイ。いや、やってましたよ、シューティア7日。俺ら発祥の日だ、マジで。週休7日やな。いやー、そうか。ただ、あの、素で悔しいね、ちょっと。入れてくれた頃に質問したよ。なんで入れてくれたの？なんかブルスばっか買ってるけどさ。あれじゃないですか、そっちなんか携帯20台ぐらいあるんじゃないですか。2、30台ぐらい。それなんかオタクの発想だけど大丈夫かも。あの、ウィズポン、ハジポン用のストックで。あー、なるほどね。なるほどね、なるほどね。あ、いっちゃん接戦したの誰やったっけ？つかさは結構圧勝だったんで、サナタと
サンジ、あれカナタとコウが結構ギリギリでしたね。おお、圧勝、圧勝はつかさとサンジでしたね。60、30ぐらいで。あれ、それ多分コウくんじゃないですか。そうだっけ。じゃあミクに言うなんでよかな。はい、ミクくん輝けば輝くゲームや。なんでミク入れてくれへんかってんな。ミクくん磨けば輝くゲームや。せっかくなカラコンまで入れたのにな。そうなんですよ、花粉症でめいたい、うん、でもさ、花粉症ってさ、カラコン入れた方がさ、バリア張れるじゃん。張れますね。一回外しちゃうともうダメなんですよね。ああ、痒くなんだ、外した瞬間に。でも涙が止まってないです、今。だって、花粉ついてる上にコンタクトつけたらエンドレスやもんね。でもいいな、ルシエのさ、はじめ代表にいじめられたらさ、僕花粉症なんですよって言っとけばいいんでしょ。なるほど、得ですね。ね、ブレスいいみたいだよね。そうじゃないですか。なんかのほほんとした放送になっちゃったね。そうですか。それもそれで今日はありえないですか。そうなんだ。へいや、良くないです。まあこのままで絶対線いかへんから。どこまで話していいのか分かんないです。どこまでも話していいよ。もし最悪考えたらピー入れてもらうから。え、ミクは酔っ払ったらどうなの。自分酔っ払ったら泣きましたね、一回。泣き情報、泣き情報ってわけじゃないんですよ。2ヶ月で1回ぐらいしか泣いてないんで。うん、ビャービャーないっすもん。ビャービャー泣いてましたね。ビャービャーないっす。ユキは、はい、多分酒癖がいい方なん。多分ミスもそうだと思うんだけど。そうですね。今普通に酔っ払ってますけど。うん。うん、要はそのコウ、申し訳ないですけど、コウ君を見てしまった手前、あの、はいはい、いい子だなって思いました。いや、あれはちょっとね、振り切りすぎちゃって。出ましたね。でもコウ君の下打ちと同じぐらい鼻噛んでるんですけど大丈夫ですか今。いや出てないから大丈夫。まだ出てないから。鼻噛んではないじゃん。ティッシュあるよ。使っていいですか。いいよいいよ。多分こういうところなんだろうな、原石って言われる、ね、大丈夫ですか。1枚で1枚大丈夫です。いいね、鼻噛むのもイケメンだね。酒癖ってどうなの。まあ、なんかゆとり、ザ・ゆとりっていう感じの放送になったんだけど。いやいやいや、じゃあお互いお互いで宣戦布告して終わりましょう。まもなく1分前なんでね、どの部門で勝つでもよし、どの部門で争うでもよし、お互い遅刻しませんって宣言するのでもよし。それは嫌っす。遅刻は絶対しないです。いやいや、自信ないです。そこは本当勝てる自信が。地元帰るまでのあれは無遅刻無欠席なんで。なるほど、負けません。10年間ってことですか。10年後に地元帰る。あれもね、そうだよね。じゃあ地元帰るまでは俺も無遅刻無欠席で。じゃあ最後にもうホストたるものは売り上げが全てなんで、売り上げで宣戦布告してください。お互い無欠席って可愛いな、学校よ。じゃあ今月どちらが勝ちますか。俺勝ちます。はーい、はい。ってことで来週の放送も見てください。ありがとうございます。お邪魔します。でもなく溜まり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序、まして闇調なほど溺れて僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。